ちらは日本旅行から出ているバリ特切符です。こだまだけではなく一部の光も使用できます。光531号新大阪を帝国通り7時35分の出発です。列車は新神戸、姫路、岡山に停車し、4番目の停車駅福山へと向かっています。この福山駅は結構珍しくてですね、車窓からお城を眺められるという駅です。まあ、車窓からでいうと掛川城とか姫路城も見られるんですけども、一番その新幹線の駅のホームから近いお城ということで、はい、大変珍しい駅ですね。福山城有名なのは防御を兼ねて石垣の上に設けられたと言われているその伏見櫓ですね。こちらは現存する最古の櫓の一つとして、はい、国の重要文化財にも指定されています。それでは、福山駅越しの福山城をご覧いただきましょう。2時間36分新幹線に乗車し、次は JR 九州の緑号に乗車していきます。こちらに乗車し佐世保に向かってきます。列車は吉野ヶ里公園駅を通過しました。なんと緑の車窓からも吉野ヶ里遺跡を眺められるということで、まあ、1秒2秒ほどやと思うんですけれどもね。南の村エリアの復元されたかやぶき屋根の建物とか、その弥生時代の遺跡がですね見えるということで、ちょっと注目していきましょう。ほんまに一瞬でしたね。もう一度見たい方は巻き戻ししてください。博多駅を出発しておよそ1時間、列車は武雄温泉駅へと到着するところです。こちらの駅は西九州新幹線の始発駅で、博多からやってくるリレーかもめ号との接続が行われている駅です。緑号に約2時間乗車し佐世保駅へと到着しました。これからお昼ご飯を食べに行きます。概要欄の方にも貼ってるんですけども、こちら佐世保駅までは緑で世界へ佐世保切符というその JR 九州が発売している切符を利用してきました。こちらの昼ご飯のお店でも使えるということで、ぜひそちらでレモンステーキの方を食べに行きます。カフェドットファイブというお店でレモンステーキをいただきました。こちらの非常にふわふわしたお肉で、レモンの酸味も両方楽しめる非常に美味しいお店でしたね。途中、佐世保市内の美術センターの北斎展を鑑賞した後、海上自衛隊の艦艇の見学にやってきました。間近で見学する護衛艦はとても迫力がありました。自衛隊の方ともお話ができまして、非常に楽しい時間でした。これから1日目の宿泊地、嬉野温泉へと向かっていきます。廃棄駅で途中下車し、武雄温泉駅方面へと向かいます。佐世保行きが2両編成で入ります。こちら乗車しているのは、EXILE の TAKAHIRO さんが、デザインしたペイント列車でして、ハウステンボス号になんか見事に反射してとても綺麗ですね。
列車は時刻通り武雄温泉駅へと到着しました。こちらに西九州新幹線に乗り換えてきます。17時24分発のかもめ43号で、嬉野温泉駅へと向かっていきます。乗車時間はわずか5分です。新幹線ホームへと到着しました。こちらの車両は N700S というもので、JR 東海の N700S がベースになっています。であとデザイナーは伊藤海里さんが担当されて、非常にかっこよくて、はい、おしゃれな、はい、車体ですね。ぜひ楽しんでいきましょう。指定席は、予約していないので、自由席の方に乗車していきます。本日最後の列車かもめ43号で、嬉野温泉駅へと向かっていきます。時刻は5時半過ぎ、嬉野温泉駅へと到着しました。ここから急いで、観光案内所の方で日帰り温泉のチケット6時までに控えます。2キロちょっと急いで歩いてきます。残り 900m 地点まで来ました。現在17時45分、もう少しで着きそうですね。無事間に合いました。汗だくで中に入るほど、はい、走ってきました。ようやく宿の辺向かいましょう。一級荘ですね、向かいにある。そこで本日は宿泊です。和室の落ち着いた部屋で旅の疲れが取れそうです。今日は日本シリーズもあるんで、こちらのテレビで見ていきたいですね。奥にはトイレもあり、はい、非常にゆっくりくつろげそうなお部屋です。夕食の湯豆腐定食です。さすが元祖の店ですね。優しい味で美味しかったです。ただいま横長という、はい、湯豆腐が有名なお店で晩ご飯を済ませてきました。はい、とても美味しくいただきました。今からは、日帰り温泉2回行くということで、まず1か所目ゆかりリゾートの嬉野間の方へ行きます。先ほどの富士宮にダッシュで買い込んだ温泉チケットを利用していきます。一つ目の愉快リゾート嬉野温泉、はい、楽しんできました。そしたら次2軒目いきますね。2軒目は大正屋です。開放的なお風呂を楽しんできます。時刻は8時半過ぎました。2軒目の大正屋さんも、はい、楽しんできました。お風呂。今からはスーパーの方へ、今日の夜食と朝食の買い込みに行ってきます。本日の夜食はこんな感じです。明日は長崎市内の観光と二つ星の乗車がメインになります。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。